じゃん、競技の魅力を語ろう。わオリンピックに出場した選手たちだからこそ分かる競技の魅力、未来のオリンピアン、そしてこれから競技に出会うかもしれない子どもたちへメッセージです。自分でもなんでこんな辛いのやってるんだろうって思う時も結構あるんですけど、こうゴールした時の達成感っていうのは、自分が感じた達成感の中でやっぱり黒缶が一番達成感あるスポーツだなっていう風に感じたので、その達成感とか大事にしてスキーしてくれたらいいなと思ってます。おそらく僕が知ってる中で雪原を登れる競技って多分クロスカントリーしかないと思うんですけど、その雪原を自由に走り回れる楽しさっていうのを、まあ、子どもたちにはぜひ体感してもらって、競技を普及するっていう部分でも頑張って、で子どもたちの目に少しでも触れてもらえるように頑張っていきたいなと思います。やっぱ最初は難しくって、なかなかコブも怖かったりエアも怖かったりするんですけど、やっぱりやっていく中でどんどんできるようになっていきますし、その疾走感とかエア飛んだ時の空中の浮遊感とか本当たまらないと思いますし、世界的に人口も少ないスポーツなので世界に飛び出ていきやすいスポーツなんじゃないかな。スキークロスはもうウェーブだったりとかジャンプだったりとか、もう本当に僕にとっては遊びの感覚で、接触があってだったりとか他の選手の駆け引きがあって、で本当にその指の関節1個分の差で勝ち負けが決まる、見てる側もエキサイティングできるようなスポーツでもあるし、新潟県で言えば先日も全日本選手権が、湯沢の、神楽スキー場であったんですけど、ぜひ新潟県の子どもたちにはそういったスキー場でやってみてほしいなと思います。人によってその飛ぶヒット数も違いますし、やる技も人によって場所とかも全然違うので、見ててすごい飽きずに楽しめる競技だと思います。最後にセナさんお願いします。私自身もかっこいい滑りっていうのをずっと目標にやってきて、見られる採点競技なので、やっぱり一番はかっこよさなのかなっていうふうに思ってます。よく考えたら新潟県人って、まあ、全く同じじゃないと思うけど、ほとんど同じ空を見て、ほとんど同じ空気を吸って、ほとんど同じものを食べてる人たちがオリンピックで活躍して帰ってくるってすごい嬉しいよね。皆さんにやはりこうオリンピックお疲れ様という思いも込めまして、今日はこの常盤さんがオリジナルの豪華お料理をご用意いただきました。すごい、めちゃめちゃ量ある。美味しそう。ご用意したのは迎賓館常盤完全オリジナルの春らんまん竹かご花見弁当、のどぐろ、山菜、そして海の幸に村上牛のサーロインステーキまで。腕を振るったのは県が認定する新潟の名工に選ばれた迎賓館常盤の佐野秀幸総料理長。卓越した技術でゲストを魅了しています。美味しいです幸せですスノーボードをどんどん魅力を伝えていきたいと思っているので、いろんな形でスノーボードの良さをたくさんの人に伝えられたらいいなって思ってます。やっぱセナの問題の時のシュエロンロンが面白かったです技の完成度とか難易度とかもどんどん上げていって、4年後またオリンピックの舞台に立てればいいかなっていうふうに思ってます。面白いって知ってたんで、今日は何かやってくれるんだろうなっていう期待はかなりしてたんで期待通り答えてくれましたね最高です。なかなかこれやっぱ北京では食べれないですね。オリンピック2大会出てる身としてクロスカントリー界少しでも盛り上げられるような活動をしていきたいなとは思っています。
初めてモーグルっていう競技を見てやってみたいって思ってるお子さんたちももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思っていて、どんどんそのお子さんたちがモーグルに触れたりとか体験してみたりっていう機会を作る側に今度は回れるようにやっていきたいなと思っています。まあ、来年また世界選手権もあったりするので、まずは世界でしっかり戦える選手になれるように頑張っていきたいと思います。最後集中攻撃あれはいかがでしたか？あれはびっくりしました。僕は次のオリンピックまた目指したいなと思って、取れちゃったっていう話を聞いたので、僕も取れちゃったになりたいなと思って頑張ろうと思います。